皆さんこんにちは、ワイケースケです。本日2024年、4月15日22時24分、報道がいつまでたってももう昔の戦争のフェイクニュースさ、もう今起きたかのようにもしかして国際司法裁判所でまだ判決、ずっと昔の件でずっと裁判されてるんですか。もう多分テレビの放送でね、国際司法裁判所の判決っていうものを片っ端から出していった方がいいと思うんです。で、今回ね、ワンピースの人たちへのメッセージなのに、なぜいきなりこんなことを言い始めてるのかのところで、10人仲間が欲しいの話あったじゃないですか。で、ヤマトが仲間にならなかったの、一応ね、昔もこの話ある程度したと思うんです。宇宙戦艦ヤマトのリメイクの話、その頃までにホームページに書いてなかった僕が言い始めたっていうことで一応まあホームページにそのうち書いときますけども、それでヤマト合流します。戦力的に考えたらまあ七部会並みにまあ強そうじゃないですか、ヤマトも。ごめんなさい、宇宙戦艦ヤマトのこと考えてた。波動のことがどうしてもた桃之助の口から出したら波動だったらどうしよう。芸能界の離縁の妻で神戸市立ホテルウルツーラーパーなし縁誰か本当のこと言わなかった。一般人の人絶対分かんない。いや、なんかそこで梨狩りを一緒にしたその異性同士も結婚したらええんちゃうかって違う違う、名前と住所の電話番号その業界一体と本当もう結婚本当にハードル高くなりすぎるから結婚する方がもう嫌になるっていう。はあ、これほんとね、どうしましょう、本当に、本当に。あんなにテレビ出てる人たちたくさん増えてしまったら、4神党以内に裁判官の人出てくるでしょ、大体。それ法律でね、それ、裁判に関わったらダメだっていうことになってるんですよ。その人のことが出てくることの内容の、その、どう言ったらいいんですかね、まあ、まあ、その裁判内容に一歩、多分まあその法律のね、その書いてる文章をそのままに受け取るだけだったらそれはそれで一応法律だけで動く人間が一番危ない話になるんですけども、まあある程度もうの年齢になってる人間とかで、淡井圭介とどういうふうな関わり合いをしてきたかで言うとね、その裁判官と書記官入れ替わったり弁護士さんいやこれね、一応最高裁判所の、まあ、もともと神戸地裁の裁判官の女性の裁判官だったと思うんですけども、東京の最高裁の裁判官に鬼丸かおるさんっていう名前でそれが出ていて、そういえば小学生の時その人とそういう話したわっていうのを思い出してまあ最高裁判所で扱う裁判ってほらオウム真理教のサリン事件とかあるじゃないですか。あれその裁判官がね、その他国でも訴えられてるケースとかってあるんですよ。で
もともと勢力争いをなんとかがあるでしょう。で、警察官も動くでしょう。僕の、淡井圭介は覚えておかなければならないことっていう4月に、ホームページ淡井圭介の日記の一番のところからの内容をアクセスしてもらってびっくりしますよ。裁判所の通達が来る日がその前に精神病院に入れられてますから。春山整骨院の件。それからも海外の人たちとかが、動いて総がかりで、なぜ淡井圭介を精神病院に入れたのか、こんなに回数をって、こんなに絡んできてる連中がいるのにっていうところで、それで動いてもらわなかったらこれ無理でしょうね。で、漫画妖怪とかもいろんな証拠を知っておかなきゃならないっていうことで、まあ、周囲者さんも法律に強い人をついてるでしょう。だから、登場人物イコール証拠みたいな形で作られてるのがわかるから、それ他の漫画でもちょこちょこありますね。もうこんなことになってきたらもうただただひたすら怖い世の中ですよ。いや残存量問題ずっと解決できない方向で実は警察官も動いていたっていう決着になってしまうから、一部の警察官の人は知ってる人は知ってくれてたんですけども、河川水門開閉式、地下水流ストレートトンネル発電とか蒲田発電とかね。だけどもそれで多分本名はその淡井圭介が覚えておかなければならないのことのところでね、ある程度以前どういうふうなことがあったかっていう内容を書いてるんですけども、竹縄って名乗ってた人は多分その仕事場で名前名乗ってた人たちのもうどれぐらいの人が偽名使ってたのかそれは分からない。で、竹縄っていう名前は多分蒲田発電の方の意見に賛成して偽名竹縄っていう名前を名乗り始めた可能性としか言えないんで、有馬警察署で働いてるときはこういう名前だとか、その先田っていう名乗ってた人間は永田っていう名前だったらしいんですけども、だけどその話もよくわからないんですよ。もう怖い話しますよ。永田町で決めたことだからって。霞ヶ関とかあるところがあるじゃないですか。そこでどんなことを話し合って決めたのか知らないですけども、何年前にどこの誰が決めたか、その話が一度出回る。そしたらもうその方法でみんな名前変えたりとかして自分が訴えられんように逃げようとする。けど警察官が捕まってるケースがいっぱいあるんですよ。もう映像付きでありますよ。で、実際一回捕まったことある人がまあ一応ね、誰かが通報した時に一応僕の家に来てまたもうそれぐらいだったら、窓閉めといてくれたらいいからってこう撮影したりしてる時の声が大きいとかねまあまあこの時間帯も時間帯なので、まあそれで小声で喋ってたりするんですけども、もうまあいろんなとこ方々に話、まあ今までのね証拠とか今までの証拠はもうほとんど出てないんですけども、もう自然と証拠なんかついつい作れるからそれでもう状況分かってきてるから、でそのまあ、ちょっと話が長くなりそうなので、もともとの話に戻しますね。最高裁判所で裁判官してた鬼丸薫さんは65歳の後弁護士さんになってるんですよ。で、本名は鬼丸薫さんじゃないはずなんですよ。わからない。それし始めると、みんな行方不明になります、一般人から。探しようがない、本当に。裁判所で、それ誰を訴えるような形でお金を払ってね、その探してもらったりとか分かんなくなるでしょ。裁判所相手に訴えようとすることできます？一応ね、いきなりこの話聞いたらびっくりするかもしれませんけども、そのお金とかじゃない件でね、その裁判をするときに、その一応まあ、160万円ぐらいの額のその訴訟費用で、その、裁判を行うっていうのがあるんですよ。で、それでね、一回僕、国会で、地下水流ストレートトンネル発電、琵琶湖から、まあ、南に引くか北に引くかのところで、トンネル掘るかのところで、国会で話していたから、まあ、安倍さんの時にも、
官房長官菅さんがしてましたし、まあ、安倍さんも菅さんも昔僕に会ってますし話してますから、で菅さんなら大丈夫かなと思って菅さん相手に訴えるような形で、もう相手方って書くしかないですから、被告とは書いてなかったはずですよ、確か相手方だったはずですよ。でそれで河川水門開式弾発炎始めれないかなのところだったんですけども、まあそれはそれでいろいろ文章足らず、いや法律名とかいろんなものが足らずでその辺ついてこられてきて、多分ねその菅さんとかまで裁判所の方も多分話ちゃんと聞いてないと思うんですよ。世の中の時代多分もうどうせこれだと思いますよ。いやだから僕からしたらもうお金ないから、その特許通すにしても、で特許通したところでそれするのかしないのかのところの話だとか、でそれによって結局お金がなかったらできないですから、じゃあ僕が動いたところでどうこうできるかって言ってもどうにもできないレベルの話ですから、まあもうとにかくもかくにもエネルギーの残存量問題解決しなきゃなんない。で、まあけど他の、だから菅さんまでに話が届く前に、多分大臣にも副大臣にもその内容届いてないんじゃないかなとも思ったりもしますね。基本的に総理なんていう立場、世界中のその外交その首脳会談とかでもいっぱいいっぱいになるのは目に見えてますし、で日本にいたらいたで国会で、まあ、安倍さんの時を見てもらったら分かると思いますけども、総理になるじゃないですか。もういろんなこと細かいところまでずっと言われるでしょう。ずっと法廷開いてるような状態で総理が被告人みたいな立場でこうずっとね、森友学園の時もそうでしたけども、でただただひたすらこう時間が経過していく中で、ちょっとねそのまあもし国会議員の人たちもこれ見ていたらこうふっとこう冷静になっていただきたいんですけども、彼の言った通り、それ進めてあげたらよかったじゃないって多分、本当は皆さん思いません。ちゃんと河川水門開始、地下水流、それとトンネル発電の話、核河川を保管、で、それは大雨が降った時に水門を上に上げておく、もしくは横にスライドさせておくことも基本的に上ですよ。横なんかほとんど箇所できませんから。上にスライドさせることによって、その、河川の氾濫を防ぐであって、でもニュースがね、フェイクニュースの数が一つや二つじゃなくて、もうものすごい数があって、本当に僕も嫌気させてて、もうさっきもそれでも、また戦争、イスラエルがどうこうって、もういや、もうあの映像、何年前のもの使ってるかも分からないですよ、本当に。iPad をこうやって見せてるから、ね、もうその人も引退されてるかもしれないですから、本当に。iPad なんかかなり前からありますよ、10年以上前から。木村拓哉さんが CM で iPad で出てた頃ですから、20年ぐらい前でしたっけ ?15 年ぐらい前、それぐらいでしょ、iPad って。いやいや、そのアメリカで先に発売されてるはずですから、その政府の上層部の人たちとかが購入して使用したりするでしょう。iPad で結構前からこれで出てきてるんですけども、その基本的にニュース、だからもう97のそのホームページ、青木ですけど、97の地震についてのところで、新潟のあの大きな地震の回数、2回あったわけじゃないですか、2006年と、8年ぐらいでしたっけ、2008年のあれ、2006年の件のことを放送してたんじゃないですか。じゃあ熊本の大地震、皆さんどう思われます？もう現場で住んでた人じゃないと、もうこれ分かんないでしょ、2回大きな地震が来たかどうかって。もうむちゃくちゃ野田半島の件に関しては2023年の5月5日の動画が出てきてるんですけども、現場天皇陛下、まあ、なる人様は行かれてますけども、何年前だと思います。皇太子殿下の時とかにも現場行かれる時とかは、ありましたっけ？むしろある方が普通ですよね。
いや、どちらが普通かっていう考え方で、そこまで世間の表に出てくるかどうかで、でジョー・バイデンさんの年齢って、もうウィキペディアの情報もコロ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 変わるのは、もう僕はもう散々嫌気がさせてる方でなんですけども、ジョー・バイデンさん80歳超えてるじゃないですか。じゃあ、オバマさんの頃の時の、副大統領の時の映像とか、もしかして、でちょうど時期進むんですよ。岸田さんが外務大臣の時と、こちら安倍さんで。もう手に負えないですよ、この世の中。最近なんか選挙、アメリカの選挙でトランプさんがどうこうみたいな話してましたけども、なんかこういう動きしてるでしょ、真顔で。なんか自分は踊らされてるっていうことを表現されてるんだと思うんですけども、あの動きって前もしてませんでしたっけ。もうほんと嫌になりますね、ニュース見ていて。ごめんなさいね、本当ワンピースの皆さん、本当にまあエネルはやめときましょう。自分の中でもどんなにエネルギーの残存の問題があるからといってもエネルを仲間にするにやめとこう。いや、まあそういう話もう子供の頃からしてました。それ誰かノートつけてたんでしょ。もう宇宙戦艦ヤマトでいいと思いますよ。スーパーロボット大戦にも宇宙戦艦ヤマト出ましたし、あれも言ったら僕です。宇宙戦艦ヤマトもヤマト出しました。もう一回ヤマトリメイクでって。まあ先行のハサウェイ自体がそのもともとアニメ化されてたって僕知らなかったんですよ。それ小説しか知らなかったから、小説も読んだことなかったんですよ。だからあの先行のハサウェイしましょうっていうことをガンダムの皆さん、あのナラティブに関しては話のある程度の部分を僕からの提案で、あの、まあ、かなりきつい内容になってますけども、最後中開けたら誰も乗ってなかったっていう、まああのあちょっとあまり僕関係のスポーツの金メダルの話とか いろんな話、すべてもういろんな人が当てはまる話になってくるんですか。だから開けたらもう誰もいない、どうせテレビ局のこと言ったらもう誰もいないっていう、もうドローンしたとっていう、まあまあ、まあ、まあナラティブに関してはね、まあ、どうしても僕がそのそういう人生を歩んできたから、ああいうようなストーリーにしかも僕の方も方向性考えれなかったから、だからちょっとね、ちゃんと仲間になりそうな人仲間にしました。あと戦略的に無理そうな人ですよ。それね、やっぱり12人でもいいからとか思ったりもするんですけど、11だとイレブンになるでしょ。サッカー界の話あるから怖いでしょ。それはそれで、そこはね、12の話にしといた方がいいです。阪神淡路大震災、神戸市兵庫区東山市4丁目16-18、東山高校604に住んでた淡井圭介のその当時の東山高校は12階建て、これ以上高いビルなんか絶対作っちゃダメですよっていうのがその当時から言われてたことですよ。僕らもどちらかというとエレベーターなんか乗ってる家住んでたら怒られるわっていうことをね、父親冗談みたいな形でね、言ってたりしてたんですけど、エネルギーの残存量問題の話で、人口ずっと僕は生まれてくる前から少子化ですから、本当は建物小さくなっていかなきゃならないのに、大きな建物の方が増えていってるでしょ。建築業界にお金流し込んで作らせっぱなしなんですよ。後の世代のことが本当に何も考えてない。僕は言って動画で撮影して、一回そのいつものルート、高島屋あってのルートで送って、で国会に通って、それだと神戸市も神戸市北区の神戸市中央区の、北の方の三宮駅からの北の方のエリア、北区じゃないです、言い間違えました、北の方のエリアの開発はもう一切中止って。で僕、その前に僕は一回
三宮の駅の上自体こう何かね作ろうとしたんですよ。そこ僕歩いて目の前通って、で作ってる時に、人間のすることだから、これはもともと建築業界に同級生の友達とかいたから聞いたことあるんですけども、配管とかこう失敗したりする時あるから、それどうしてるかって言ったら地面にそのまま落としてるんですよ。ものすごいゴーンしますよ。もうグッもうガラ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 っていうようなとはちょっと違う、そんなに何回も音はしないけど、もうとにかく上からドーンってこう落ちてくる音で、そのまま建設途中でその建物はなくなったはずなんですよ。だから、けどそれでもまだ建物建てたりしていて、だから僕が撮影して歩いて回ってる。で、まあ一部解体しなければならない建物のところは解体してくれています。金属回収地点に関しても金属回収してくれています。これは地下から資源を採掘するぐらいだったら金属を掘って、引っ張り上げてこようと思ったらそれだけでガソリン消費しますから、地上にあるものを建物を解体して、回収すればいい。金属がそこそこ出てきますから。で、メタンガスを、まあ、発酵させるというか発生させるというか、そういう、まあ、生ゴミの貯蔵庫を、各地点に作っていけばいいと。一部まあメタンガス作ってますけども、まあ、うん、まあ上流発酵まで行ったらバイオエタノールの方ですね。なんでも元はできるんですよ、上流。まあそれは、フルーツラーパークの、ワインの作り方のところの上流発酵のところと、もうそれと同じ、発酵上流ですね、順番は。だから、それを見たら本当はわかるんですよ。だけども、その当時から言ってましたよ。だけども、何も知らなかったっていうところ、うん、この間もちょっとね、神戸地方裁判所の方に行くときに、神戸市兵庫区の神戸電鉄湊川駅から降りてちょっと歩いたところの、そのもともと駐車場みたいだったところが確かクレーンが動いてたんですよ。作らなくていいのに。それでその生ゴミを溜め込んどいてね、メタンガスを、抽出するんだったら分かりますよ。まあ、発電まではしなくていいですか、とにかく抽出でみんな歩いてそこに、捨てに行くと、係員つけておいて、結局エネルギーの残存問題ですから。今日やっとね、その能登半島の地震が去年発生したものだったのか、その前のものも本当はもう分からない。本当にいろんな映像混ぜ込まれてますから、何の人様が現地に訪れていたのが、もうこうなってくるともうよく分からないんですよ。地震の映像も揺れ方で以前の映像が混ざり込んでるんですよ。それは能登半島のものなのか、東日本大震災のものなのか、熊本なのか、さすがに阪神・淡路の頃の県は大体の建物は覚えてます。あと地形が分かりますから、大体のとこ、あくまでちょっと大体ですよ。なんだけど、ちょっとだけね、その石川県の能登半島の近くで、その流体をどうこうみたいな話をしてる船の話が出てくるんですか。あの、もういつものパターンですよ。石油の採掘。石油の採掘を多分、流体を探しての、船が出てくるっていうのは、あれはもう昔からですね。もういつからどこの地点が掘られてるのか、これはもうわからない。本当に。現場見に行かなかったら。やっぱり海広いですから、それはもうわかんないですよ。その石油メーカーとかじゃなかったら、掘削してる国の人も、そういうことをしっかりと情報が上がってくる、機関といいますか、そういう立場の人たちじゃなかったら、他の部署の人はそんなこと全然わからない。
ごめんなさいね、なんかもうため息ばっかりで。宇宙戦艦ヤマトの方なんですけど、途中でなんかこう映画変になってるところもあのアニメの方の映画こう色のつき方とかワンピースも今そうなってる気がついてるんですけど、なぜそうなってるかは僕もよく知りません。なぜそうなったのかは。あ、まあそれだったら例えばまあそれはそれで問題あるんですかね。新しく曲和の国編が終わってからかな、曲変わってましたけども、まあその前の曲のままでもよかったんじゃないかなとか思ったりとかもしたりするんですけども、画質落とすぐらいだったらあんまり正直変わらないでしょうかな。多分やっぱりクオリティ下げたらダメでしょうね。お客さん離れますね、まず間違いなく。それはいずれあの画質では映画とかは従来の画質でしていればいいわって思ってたらもうそう崩れになりますね。出抜いてることがすぐ分かりますから。もともと本当の人口でいくと日本は、僕の見立てではだいたい4000万人ぐらいですね。今の国境内のところ。もともと1億2000万人っていうのは朝鮮半島、北朝鮮や韓国、台湾を併合していた時期、さらに満州国まで自分とこの国の人口として計算していた時期の頃の可能性が大なんですよ。後から上がってきて、戸籍が戦争途中終わってからも、でそこから戦争終了後途中までのものがまだ送られていて、でそこのそのままの数字でどうしようこの話って、国境線もこうなったけどもって、人口をどういうふうに表現したらいいんだろうの状態です。だから高校野球の春の選抜でそのまあ去年の秋から試合は始まってましたけども、その選抜に、ね、出てこれるチームっていうのは去年の秋の明治神宮大会までの、試合で、その結果で、選考されて春の選抜に出場するんですけども、エントリーしてきてる高校は3800校あるかなかったかぐらいなんですね。っていうことは100歳までは生きないですから、じゃあ人口4000万人ぐらいだったとして、そのうちの、その何十万人かの人の中から、まあ例えば1年から4年間の数字でいくと40万人じゃないですか。40万人の層の人たちの層が高校生だとして、そこから3000、まあちょっと800個届くかなどうかなぐらいの野球部、もともとの人口を知ってなかったら、他の国も人口統計も全部そんな状態なんですよ。どこの国も。国境コロ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 変わってますから。だけどもエネルギーの消費はずっと加速していた。これが事実です。だから世界国勢税は去年も買いましたし、だからもうそれ見てですね、国連の統計。だからそれは消費してる数量ははっきり出てますから、車作りすぎなんですよ。だからもともとスポーツ業界とかいろいろその世界ナンバーワンになったり今までより良い結果を出したりとかはしてきましたけども、頭の中かしらうんぬんとかで、それも本気の勝負の方で、だけども、まあ、オリンピックの金メダルとかもそうですけども、まあ他にも銀とか銅も含めてですけども、だけども
全て活躍したら活躍したでお客さん埋まるわけないんですよ。だって人口の数が限られてるんですから、お客様のお財布の中身も。もう最初からそうなんですよ。過剰競争がずっとつきまとう。で、多額の税金をつぎ込む東京オリンピック9600億円以上。そうそう、会計監査員の方からの指示で、ちゃんと国立競技場とかああいう風なものもみんなの税金で作ってるんだから、ちゃんとそれみんなの税金だということでちゃんと計算しなさいっていうことね。国立競技場の値段見ました。僕もびっくりしました。ウィキペディア。もう そこまで嘘だったらもう僕もどうしようもないと思うんですけども、まあ、多分それぐらい本当にするだろうなとは思います。東京のあの土地の価格だったら、本当に。1500億円ぐらい。で、アメリカの方も、田舎の方のスタジアムと、やっぱり都会のスタジアムって全然金額違うんですよ。で、まあそれ言うほど込みで作らなきゃならないんですけども、明石歩道橋みたいな事件がありましたから、兵庫県の。ちょっと前に、もう本当に、昔の本当はニュースだと思うんですけども、韓国のイデオンでしたっけ？に人がこう押し合いへし合いになって、まあ、通路が狭くて、で、みんなも身動きができなくなって、死亡者が多数出たっていう状態ですね。だから、それを言うのがもともとは本当はあるんですよ。で、もともとあるから、スタジアムとか、ああいうようなところ、出入り口の遊歩道とかそういったところの面積はしっかりと用意しておかなきゃなんないっていうことになっていて、東京ドームが848億円か868億円でしたからね、昔作った時の金額で。でそこから多分もう今の、その価値での計算し直しなんか多分しないでしょうから、メジャーリーグも半分以上の球場は、多分全部だと思いますよ、もともとをたどると。半分は税金投入されてますからね。総合運動公園も全部そうですよ。総合運動公園の中に、なぜクレー射撃場とかがあるんだ、この件はって。それ、ありますよ、本当に。いや、あかんやろ、そんなことしてたらって。言いながら、自分の神戸市調べていたら、西区の方に、それは総合運動公園の、確かに近くにありました。射撃場があってびっくりして、嘘、射撃場って書いてあるって。もういかんほうがいいって。一回行ったらもう、興味持った時、アホな時にお金払って したくなるから、もういかんほうがいいって、これ誰かもう僕は、もう26年ぐらい前、その神戸市のホテルフルーツアパークで働いていた時に、その話を聞いて、俺もやめとくわって。事件とかあれ、どうせ発砲事件とか、猟銃持ってた人やろって。喧嘩になった時に使っちゃったんやろ、どうせって。どうせそれやと思うって。そんなね、そんな、いくらいだって暴力だ、暴力だ。群長、群長って、労働組合の組長。代表取締役や取締役の人もなれます、総支配人もそう支配人もなれます、役員さんもなれます、会社の登記も会社法でそうなってますね。第二次世界大戦があったのに、あんな日本刀とかもそんなもの持ってる、鉄砲とか持ってる連中の子どこ探したってな。そんな頃 GHQ 多国籍軍が飛んできますよ。普通に考えたら分かる。その昔のその暴力団が何回も映画館とかでテレビでも放送していたって、すさまじい暗黒時代。それ見てどっかにあるんちゃうか。僕も暴力団の名前出されてビビらされたもん。それ絶対刑法で引っかかるから。ちょっとまあ話はこれぐらいにしといて、まあまあまあ
宇宙戦艦ヤマトのリメイクは、まあ私が申し出ましたと、そのことはホームページに記載しておきます。まあそこから先に、まあまあまあ、その、スタッフの皆さんとか、あの、集英社の方の皆さんと、こう、打ち合わせ上、せっかくもうここまで話進んでるんだけどって、あると思いますんで、まあその辺のところは、まあ、まあ、宇宙戦艦ヤマトのリメイクの話は私どもでしておきましたのことは記載しておきますね。あとはヤマトがその10人目の仲間になるのかどうかは、まあまあ、あとはお任せしますと。まあ一応まあ、戦力的にも年齢的にも多分また強くなる部分の話は合わせて。すごそう。いや。大将がその世代交代でこうけど青木地さんまだいるでしょ。キザルさん傷を入れた時やっぱり気になって出てくるでしょ。いやもういろんな意味でいろんな意味でいろんな話今までしてきたと思うんですが、僕の人生の方のそれに当てはめても大体同じ、その国会でもね、あのたまにニュース油断しないで見てたらとんでもない映像流れてくる時ありますよ。あのもう杖ついてる、もうあの認知能力がもう低下してるどころか、もうほとんどもう自分でその歩くことさえ歩行困難になってる状態のその森喜朗元総理が国会に来ていて、多分あのそのドライバー車の運転手の人とかも国会まで車出しなさいって言われて多分来てると思うんですよ。で国会の方は国会の方で、まあ丁寧にね、そのいやもうお帰りいただけますかということで、対応していたと。あの、うん、昔いらっしゃったそのまあ人柄の良さそうな、谷垣さんっていう、まあ、幹事長を教えたこととかは覚えてるんですけども、自民党の、まあ、あの方もその車椅子で、国会に来ていたと思うんですね。だからその、うん、まあ木猿、まあ大将他の人たちも、現役退いたとしても気になって現場に出てくるは多分あると思うんで、いやそうですね、世代交代で次の大将は出てくるでしょ。今で大将何人ぐらいでしたっけ。5人はもともと赤犬青木地木猿だったじゃないですか。でそこへ緑牛とかそのいろんな緑その前に、あの、目の見えてない、何でしたっけ？名前、ちょっとごめんなさい。いや、もうだんだん、こう、登場キャラクター多かった。油断してたらこうなります。長い間、見てなかった。ちょっとあの、隕石の人、どちらかというと、メテオ。まあ、佐藤一みたいなキャラクターの人ですけども、5人はいますよね。で今木猿さんがああいう状態でしょ。だから監督に目の大将そう当然誰か出てくるんですよね。これ大将複数で出てきた時にやっぱりある程度キャラクターが揃ってなかったら、一応設定的には七部会レベル2人で大将1人なんとかできるのところの部分はちょっとはあるでしょうから、あんまり細かく言い始めると、七部会よりちょっと上、四校との間ぐらいのその2人組だったら倒せるみたいな、絶対倒せるみたいな、まあそういう部分で、ヤマトとそれ、やっぱり、まあ、見聞色の話とかでウソップとかこう強くなったっていうその設定がしっかりと見ていて、あの理解できるっていう、何かやっぱり設定がなかった読者の方の方がその受け入れがたい状況が出来上がってしまうわけじゃないですか。いきなりその一部会と対等になられても戦闘シーン
それはなかなか無理だから、それは作者の人たちとかスタッフの人たちも分かってらっしゃいますから。だからハンコックがその黒ひげの一味とこうちょっと戦闘になった時にほとんどの人たちを石化できたと思うんですよ。七部会の方が他の船長よりもまあ大体の人間よりもその七部会の方が上みたいな設定で、まあ、ただ青木さんいらっしゃるの話なのあのそっくりなイートフルーツパークのバーベキューコーナーワンピースという漫画が始まるのに合ってます。もう名前全然わかんないです。もうもともとどんな職業の人かとかも全然知らないですだったと思います。聞いたかもしれないです、聞いたかもしれないですけども、もういっぱいいろんな人たちが働きに来ていましたから。グレイのメンバーの方たちもそうですよ。ビーズのお二人もフルーツラパークのバーベキューコーナーとかで働いたりしてるんですよ。他にもいっぱいいます。まあ国会議員の人たちとかも当時からたくさん会ってましたし、まあ多くの方はもうお亡くなりになってるんですけども、だから僕と会ってからそのまあ大臣や総理になられてる方ってもう両方合わせたら50人は絶対超えてますね。なあ最近で 見るところで言うと、まあ、小渕優子さんはレストランカトレアで一緒に働いてるんですよ。で、まあ、世耕さんはその当時僕と会った時は、まあ、従業員食堂だったと思うんですけども、NTT の会社の人、まだ議員さんじゃなかった頃ですね。今のメンバーでもいっぱいいますし、まあ、今のすやしっていう声聞こえてきましたけど、僕は言いますからその人も言ってくれたらいいとは言ってたはずですから、むしろその方が話なのか僕もよくわかんないんですけども、総務大臣の斉藤さんと思われる人物、イオンモールの中だからその人こう電話をかけてこううつむきながらこう何か宝塚の人も帰ってもらわなければならないみたいな話をしてた人がいたんですよ。とかその話聞いたことあるわって、あ昔自分も言ってたかなとか、なんかそんな話だったんですけども、まあそこからの先の文章とかいろいろ聞いてみなかったら分かんないんですけども、後から帰ってから、いやあの横が正面から見た総務大臣の斉藤さんかなと。だから高市さんさえもそうですね。あのフルーツラパークの従業員の服装4階事務所で着てる方ですね。あとはまあ小池知事とかもフルーツラパークの4階事務所に来てますね。あのいろいろ資料見に書類見に、まあまあお亡くなりになりましたけども石原慎太郎さんだとか、もうこの話やめときましょうか。もうあのキリなくなりますんで、まあ、次総理の話もう大体の人は当てます、当て話してます。ちょっともう時間も時間ですので、もうこれぐらいにしておきますね。まあ、あんまり僕の動画見てもらって閲覧者数のところ見てもらったら気がつかれてると思うんですけども、あんまりいないじゃないですか。あるところはあるんです。トマホークとかベルシステム、トマホークについて世界への謝罪とベルシステム24についてとか、そういったところは、ね、再生回数1万回超えてたりするんですけど、極端なんですよ。もう動画の数900超えてるんですよ。まあ、もう近いうちに1000超えますね。もう夏場まで絶対1000超えると思います。こんな形でああいうふうに一時証拠待ちの動画アップロード、いやもうこれしてこかなかったじゃあ後先100になってくるんですよ。だから何か訴訟した時に裁判所への出廷の通達が来る前来た時、もしかしたら、いや僕の家のポストとかもだいぶ漁られてるんで、もういろんなものなくなってます。それどころか家の中から仮執行の勝訴の判決の書類とか、相手も住所を移転して変わってたんですけども、それは自分で突き止めて読み聞きで本当はできます。で、もういろんな話法律、もうこのままその最初は断られたんですけどね、もう今話してる内容をあなたの一番上まで上げれるところまで上げてください、それ絶対出てきますからと。
そういう話をして、いや、まあ、いろんなこといっぱい言ったんですよ。もう30分から40分くらい喋ってます。まあ、その話はもう置いといて、まあ、それでね、情緒が出てくるっていう形で、一応ね、返送用の封筒と、封筒かな、その、なぜ切手を2円分送ってくれた人がないか、そんな話で。いや、まあ、なぜ2円なのか、ちょっと僕も全然わかんないんですけども。まあまあ、今回の件は話長くなりますね。ヤマト、宇宙戦艦ヤマト、こちらがリメイク言い出しましたと。まさか、純利益に嘘はないですよね、集英社さんとしても。一応まあ、本社の取材、だいぶ前に、まあ、ワンピースの特集か何かで、取材した時の、その集英社さんのビルの大きさとかを見た時に、まあ、なんとかなるんじゃないかなというのが、まあ、僕の感想で、まあ、そこから先の細かいところの持ち物とかも僕全然わかんないですから、テレビの放送とかこれだけフェイクニュース多かって、で、純利益のところまで嘘だったらどうしようっていうのはもう僕の本当の本音で、一応まあゲーム関係は世界中にそこそこは売れてますから、その著作権とかで、ワンピースとちょっと前で言ったら、ナルトとかで、ある程度のその売り上げがあった。まあ、ワンピースなんかかなりだったとは思うんですけども、馬鹿にできない金額。それがあるから、うん、大きな、そのなんとか純利益までたどり着く。だからこれ、余剰金として絶対お金持ってなかったら、何かあった時、その、極端なこと言いますけども、例えば関東大震災が発生した時に、もう一回ビル建て直すところから、でその間会社が何もかも止まってしまう、で休業保障は出さなきゃならない、そうなった時に一気にお金吹っ飛びますから、これだけ日本各地で地震っていうものが多発していて、その自分たちのところはいつまでも安全だっていう考えはもう絶対なしにしといた方がいいですね。でもうちょっと少子化ですから、僕は生まれてくる前から、1977年の前から生まれてきている人たちの数がずっとこう減っていってますから、あとある年だけちょっとだけ増えてますけど、あとはもう減っていってます。男性と女性の今のこうしてたらこう男性女性の棒グラフ、これがもうこうなっていってると。だから映画館埋まって、野球場が埋まって、サッカースタジアムが埋まって、もう来るたびに今バスケットボールの体育館がもともとあるのに作ったりしてますけども、全部が全部埋まるわけなんかもう最初から絶対無理な話なんですよ。無理設定なんですよ。過剰競争、バレーボールとか日本代表とか卓球とかももともとはね、卓球も金メダルとかは昔は取ったことなかったんですよ。確かそうだったと思いますよ。もちろん選手の努力もあるんですけど、僕の頭をなくしたりとか、それでもどうにかなってる方ですから、まあ、ソフトボールとかもそうでしたし、びっくりしたでしょ、この間の東京オリンピックか、その前のオリンピックか忘れましたけど、この間の東京オリンピックだったと思うんですけども、アメリカの方がたくさんホームランを打ちそうな気がするじゃないですか。日本の方がホームランの数、圧倒的に多かったんですよ、その大会。女性でも体鍛えていたら、あれぐらいの飛距離出せるっていうことぐらい、まあ70メートルですから、その、両翼確か、センターでしたっけ、ソフトボール。ちょっと、センター80だったような気がするな、ちょっと、調べてみなきゃ分かんないですけども、男性でね、その、僕と同じぐらいの身長の人で、僕も体をすごく鍛えたことがありますから、中身の入った投球間4巻同時に持ち上げて、スタスタ歩く。だから足の方の筋肉も力入れたサッカー選手みたいに膝から上がボコってこう筋肉が出ると段が出来上がるんですね、膝から上に。だから左手、利き腕じゃない左手でも成人男性僕と同じぐらいの体重、まあ55キロぐらい、まあその当時はもうちょっと僕も筋肉ついてたから体重もうちょっとあったと、まあ、絶対もっとあったとは思うんですけども、その利き腕じゃない左腕でも一応まあ
持ち方コツはあるんですけどね、あと足腰使ってっていうところで一応持ち上げれてたんですよ。でそういう筋力でそのソフトボールを野球場でした時に、近くにアジサイスタジアムっていう昔オリックスバッファローズかオリックスの頃の2軍が使ってたそのアジサイスタジアムの隣に一般人用みたいなそのまあ安くで借りれるその使用料払えたら使わせてもらえるスタあのまあ球場があって、そこでそのまあフェンス直撃、フェンスはそこそこ高い、ああまあ低いフェンス2メートルぐらいのところだったらあれホームランになるな、プロ野球場で。だから金属バットにせよソフトボールでもそこまで飛ばせるんですよ。だから本当は女性も体鍛え込んでいたら、まあ身長にもよると思うんですけども、まあ170センチ近くの人だったら余裕で70メートル以上なんか絶対出せますよ、飛距離、体しっかり鍛えていたら話ですよ。ちょっと話だいぶそれでしまいましたけど、もうこれぐらいにしときますね。一郎さんの背番号と同じ、今回狙っています。51番の51本で、終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。チャンネル通知、チャンネル登録と、着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あとは私のこと、淡井さんの動画一応メイトしておいた方がいいよというような内容、広めていただけると助かります。なんとか今登録者数500人を超えてきたところで、過去365日を遡って1200時間を今超えてるところですね。この動画が皆さんに見ていただいてる頃には1300時間を突破してる頃ぐらいじゃないかなと思います。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。